ようございます。立て続けにドラヘイです。皆さんいかがお過ごしですか？今日はねレターをいただきましたので返信をしたいと思います。レターありがとうございます。ゆるく少しずつよろしくお願いします。ミミさんありがとうございます。こういったお礼のレターでもすごく嬉しいです。ミミさんはねなんかうつ病で休職されてるそうですが、なんか休職っていうとなんかキャリアに傷がつくとか、なんか他の人と比べてなんか出遅れるとかっていうイメージがあるんですけど、まあ確かにビジネス上そういうことはあると思います。でも人の仕事って仕事っていうか人生って仕事だけじゃないんで、そこで一体立ち止まるっていうことは、休む立ち止まるっていうことは絶対デメリットではないと思います。僕も実際休職してリワークとかデイケアとか通っていろんな世界を、普段やったら絶対見れないような世界を見ることによって、まあ新しい考え方ができていたなと思います。その新しい考え方ができるのに僕は7年かかっています。今でも学んでいます。立ち止まる勇気っていうのは必要かもしれませんね。時には立ち止まって何も考えないこともいいかもしれませんね。時が過ぎるのを待つのもいいですし、逆に立ち止まって自分でじっくり考えるのもいいですし、正解は一つじゃないんですよね。学校のテスト見たく一つじゃないからこそ立ち止まるっていうのも全然ありだと思うんです。うつ病はねどうしても人と比べたりしてそれで辛くなったりするんですけど、その立ち止まることによって、あ、比べてはいけないっていう風に思い込む練習、思い込むというか思い考える練習をした方がいいと思います。日々のね生活でもね、なんか慌ててずっとするよりも一旦落ち着いてっていうなりとか、落ち着くとやっぱ人が話しかけやすくなるんで、その時にアドバイスをもらうとかっていうことをしたらいいなと思います。見て感じていいなと思ったことをする、これが僕が7年間学んだことで一番叩き込まれたフレーズなんですね。福井県だとある程度そういうリワークの会社に行くと、そういう風に会社っていうかリワークの施設に行くとそういう風に教え込まれるんです。見て感じていいなと思ったことをする。皆さんのいいなと思ったことは何ですか？僕はこのスタイフが自分のアウトプットする場で一番簡単にできるなと思ってそれを続けています。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。